メッセンジャー。ャーこんにちは、メッセンジャー黒田です。どうも、こんにちは、メッセンジャー、相原です。こんにちは、川木修かです。はい、えー、今日からだいぶ寒い。いや、もう、なんか、すごい、何年に一回の寒波や。なんか、大阪も雪降るんじゃ、おかゆでますね。水曜日が一番寒いみたいですよ。うんね、水曜日が。水曜日が、あの、マイナスいくっていう話。話東京から追い込くんでんな。あ、もう、どっか連れて行かなあかんわ。いや、なんか、大阪城にコンサート行くねんって。 なんかその高校生たちがすごく人気のあるどなたですか高校生たちのに高校生たちにすごく人気なライブチケットが大阪城でやるとそんなことそう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 それ送って行ったり迎えに行ったりこれ車やからまあなんとかないけどまあなでもどっか連れてくれ言われたらこれたまらんそれはもう無理やそうですねあ無理そんな寒い時にいや本当もう足上やな 足湯に連れて行くって。冬なったら出てくるワードですね。家で足湯で。あの驚いたことがありましてね。はい。あの年賀状あやら出してる。出します。川岸さんは。私もあのはい親族に出してます。出しますよね。で僕あの実は YouTube でコモさんとトークやってるんだけど。おお。でその時にねちょっとちらっと言ったんですけども、僕あの1月の4日まで淡路島おったんですよ。はいはいはい。 で、出せるとこはある程度出したんですが、年賀状ね、ああいうのってほら、例えば1年間の間に知り合った人もおるし、まあまあ、ご不幸があったところ、あ今年はちょっと遠慮してるところもあるし、年賀状やめる方もいらっしゃるたで、すね僕なんかやっぱりテレビ局関係の人だとか、個人的に知っているお酒を飲む人がね、あるじゃないですか。 でそれも加味しながら、まあ、こんなもんかなと思って、ある程度はこう出してたつもりやったんやけども、1月の4日まで僕、見れないわけでしょ、いわゆる容器着てたら、これどうしようと、それでもまあ4日に出したゃな,、ねうん、なんとか、まあもうね、うん、なんかこう、年賀状出すなんとか、今は LINE が重やんか。 確かにあやらは LINE やってへんやんか,だかメ,メールですよメールは一応先輩の方々とかに送りますけど、ねうん、メールやらんといてほしいんですよ、ね、なんで見えへんからあ<の>ん多分ふ普段ねメールを見る機会が皆さんないんでしょうね、はい、返事がめちゃくちゃ遅いですショ,ートショートメールやろ <laughs> ショートメールですショーートメールってあやら 銀行員とかに使えられへんね。銀行とか保険とか。<laughs> 基本なんかいろんなところに紛れてポンと出てくるみたいなんで、相当気をつけて見ないと分からない、ねまあ、みたいですね。うん、でまあまあ僕もそういう方もいらいらっしゃる中、はい、見てて、でまあこんまあ翌、まあ、日の日余計来てたらどうしようみたいなことで翌日の日にこう見たんですね。ポス。五枚しかないんですよ。うんああんだけ出したのに？うん。あ出したというのもプラスやけど、まあ。 いつもなら、うんまあ、60枚70枚8枚なんかそんなもん着てて、ね、5枚っ、うん、だ,だって出す分だけある程度変えてきますやんか、うん、で 5, 5枚ってなったんやん <laughs>、うん、ほんで1枚はえっ、ー、と何かどっかのかか車の会社かどうかなんかそなんなよな、うんはい、1>, で1枚は梅山さんやね<ー>、うんであと3枚はまあ俺と嫁さんと合わせて5枚なんです えどういうことであまりにも少ないよです枚出してんやろ出したんはそこまで出しないですよ、ただ、いつも来んのは、いろんな保険会社やらなんやらとか、返さんでええものも来るやんか、不動産屋さんとか、そんなもん、加味しても、5枚はおかしいんちゃうんかみたいな感じで、僕はそれを小森さんところに言うたんですよ、小森さんかっかなた おかしないかみたいな話になって、でもまあまあ、遅れてるにしても、もう4日やし、遅すぎるやんけ、みたいな。ね、まあ、ご本さん、今は昔はそういう事件があったの確かやと。なんか、言うてる員が捨ててたのかな。これは全国的に知られてるから、別に。たで、これはないと思うけども、捨てたか、もしくは。 パパクられたかと取られたか取られるのはもうどうなんやいうのをちょっと嫁さんと言ったら嫁さんの方が実は今お年玉券ってあるやんかあれ昔テレビとかそんなやったじゃないですか一頭現金なんですよ現金30万とかなん確かへえそんなも考えれんこともないだって宝くじも一緒やし取られたかもしくは配達忘れてるかこの3つやなみたいな話をしとったんや でこれってもう僕だけのものなのか僕の地域なのか全国的にトン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 あるのか分かれんけどもまあ分かれね、なんでそのことを僕、YouTube に載せたかって言ったら新年会の集まりあったんですよ、芸人とかじゃなくて普通のお友達みんな集まる一般の方、ほんでその話をちらっとしたらそのうちの3人がね出したよっていう。あらへ いはななんか手違や毎年出してる人やから、経営のおかしいわけじゃないですか、でも向こうから経営へんかりこっち出すのもおかしいなみたいな感じで、で帰ってくるしね、もし住所が間違ってたりしたらね、でその話を YouTube に載せたんです、ほんで、僕はその週、先週、今週、今週の火曜日に、チラシ出すっていうラジオ。 で言おうかなと思ったんやけども一応大月さんにそれ伝えたんですよでもまあまだこれ状況的にまあ取ったとか事実捨てたなくなきてへんのは確かやとだって3人きてへんねんからそれだけで3人だけなわけがないと俺は思ったでそれを一応言うてけどまあまあ大月さんにとっても競技の結果まあまあほんならちょっとまあまあちょっと今回チラシだせからま押さえときましょうかってやめとこかみたいな話になってやめもう言わんか言わへんかったねでその日の夜ですわ。 嫁さんから電話ができてあのポストにドカンと入ってきてその晩にええってなってで僕見たんよ確かにこれぐらいの厚みまあテンチで言ったら1ンチ以上や2ンチぐらいの厚みだ輪ゴムで縛った感じ縛ったのほんでええってなってで一番最後のやつが あやらも来たら分かるけども郵便局の社長からのお礼なんかあるやんか,ああかペラペラのやつあ、はい、別にあのその言うたらそお一人一人住所書いてへんけども一その塊のとこのとこのバン<ー>絶対これ簡単に届けるやつやんみたいな<ー>やんか、うん、やんかほんで私はちょっと知り合いに。 あの元郵便局員で保険屋さんの会社やってる方いるからちょっといとかでみんな聞いた俺でもちょっと聞きたいよな、うん、聞きたいやんか聞きたいどういうことなんか、うん、でどうなんやと俺も、うん、電話した方がええって言われたからそのみんなにこれみんなに聞いたんですよで,で,でみんな聞いたらやっぱそれ一回聞いた方がいいですよみたいな感じになったら、うん、そらそうな、ん あいらもほん俺聞いてみたらまあ初め窓口の人がしゃべってたけど上のもんと交互関るどっかのんかどっかでこ出おこって言うてもしゃあないからでそれ元旦に届けるはずのやつがまあ手違いで3日になった4日になったってこれはもうなん言うかこのご時世でね今しゃあないけども17日の確かにね もう成人式も終わって、変な話ですよ、お年玉くじの発表も15日なんですよ、あれ、それは別に疑ってるわけではないけども、17日に来たやつに、中身い年賀状でもなんでもないし、もしその人から僕、来えへんかった場合に、例えば相原が俺に出さってる相原とは、まあ用意ってるから別だけども、これが遠い友達とか、ちょっと会ってなかったとか、同級生とか。ら あ出しけえへんか,今年んかったけどあもしかしたら辞めたんかなとか、はいまあ、不幸あったんかなとか、まあ、あるどっちか言ったらあれちょっとね、うん やなななととかそんこ思ってしまう向こう出してんのに例えば1年間の間知り合った人もおるみたいに向こうは住所聞いて出してんのに俺は出さんやつやと思われてるでしょこれが4日ぐらいやったら要は手違いで郵便局の手違いで来なかったらすいません送りますっていうことはできるから17日やん俺そんなことも言われへんそっからもうよう返さんやん返さんやんんな配達員を調べるって言うんい俺配達員調べるう俺配達員 調べられたところでその配達員が「すいませんどうのこうの」って言い訳されてもこれはどうし俺は謝ってほしいとかより僕だけの問題なのかどうかを聞きたいんだとこれ全国でだって全国的に僕だけやったらあれやけども全国的にそうならば郵便局で郵便を軸にしてるわけやんか耳に貸してお年賀の挨拶で年賀状ってやってるわけやんかそうや言うてるや年賀状の切手に64円ですかあれんか2円やったっけ64円ですかねんか買わなあかんわけやん ね、でこれはみんな買うってそこから買うってちゃんと出して27日までに出せよと、うん、8日まで出せよはい、はい、って言って、ねはい、出してるわけよ、うん、それが現実普通の例えば綾瀬が物ー,ターうた、ん、3日につきますって言うたやつが、うん、17日についたら、うん、もう話にならんやんかともう。もう結構ですやし年賀状が。 その17日っていうこと自体が、うん、それこそれぞれおまえお歳母とかお中元にも関わってくるやんかそういうことやんこの時期に届いてこそ、うん、まあそういうご挨拶の印やから。 相原俺に年賀状出した誰で年賀賀状状出出ししたた誰でって聞かんやれんかれだか聞かへんからうん、うん、もう今はねこれがなしのなしのないないものものになってるのか<ー>俺だけが今回そうやったのかうん、うん、それを調査してくれみたいなことは言うたんやけどなんでこうなったかが一番大事じゃないだってこれ僕今た束やったけども2枚とか3枚とかもしかしたらみんな抜けてる可能性がないとは言えないんでまよ、あ。 大さんとか、ミュータがプロデューサーやんか、どっかからの取引の会社から来てたけども、大月さんからは来えへんかったと。っていうのは、あんまり社会人として失礼じゃない来ませんでしたねと言われへんし。言われへんし、今、相原が言うたみたいに、なんかお中元送ったと、お中元送ったけども、相原に、俺もお中元送ったか、お前。とは言われへんますと これは結構有意識問題ではないのということを言うたんですだから謝るとか謝らんの問題ではなくて常識から大きく 逸いやそれやねやったら例えば配達の人が予備局がねこういう理由で遅れましたっていう手紙が入ってるだとか17時に来た時点でちょっと申し訳ございませんとこう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 いう理由でこういうふうになってしまいましたっていうのがあった方が分かりやすいなていうかあってなかったらあかんやボンと入ってるだけやからさそれだけどうなんてしかも何でも言います年賀状いうのは基本的に三が日届くもんであるから。 それはやっぱ年賀状離れが増えてくる LINE やったらそんなことは絶対ないわけじゃないですか既読がつくわけですから,、うん、からそういうことになってしまわないのかだからなんか菓子折りを持ってきてくれるからそんなもん全然そんなことではなくて、はい、これ結構現実は一体何や、うんかわ、うん、からないわからないの<え>だから郵便局員を調べますって言ったところで今じゃあそんなことよりかはという話を僕が一回と止めてるんで僕は郵便局、うん んん俺や気づいてじゃうな向でもしかもねなんかあのまあこれしゃがないんだけども「音声ガイダンスに従って」とか出てくるやんかで「録音させてもらいます」とか書いてあるやんかあれまたカチンときてななんでこっち悪ないこっちがで録音するてもらう言った言わんみたいになるからなるから知らんけどだから俺も録音させてもらいますって録音しただたからさこっちにしかも64円切ってですか切れちゃうあのあれですかしてましたあなたあのまあ書き存じたやつとかまあ あのー、間違えたやつだとかな、うん、あるやんか、うん、あれって5円払ったら5円引きの切手に変えてくれんねんけどでもなんで変えなあかんねん俺, <laughs> <laughs> 俺向こうが出しけえへんやつで俺 今かかららももうう年賀状行うもんんななでご縁払ってやらなかねい話すそ,そもそも17日に来た時に説明があったらこんなことになれんかってんな、うんうん、あっても問題やで何の問題があって紛失をしてたのか、うんうん、何してたのかだかい,いろんな手違いで申し訳ございませんっていうのがもうあれば、うんうんうん まあ気をつけてくださいねとしか言いようがない。ないか。うん、まあ僕なんかこんなね仕事してるのはなかだなかけど、本間のこと言ったらその出してくれた人でこっちが出してないところに謝りに行かなあかんのはす次に、うんね、なってきますよね。ちゃんとした理由聞きたいですよね。から分かれへんのこれが。ええー。その地域の配達員の方が、はい、まあまとめて忘れていたのか、だか俺だけなのか。うん もしくは俺の住んでる地域、ね、みんなそんなことあった、あったっていうのか。うん、それは多分違うやろう。いや、や聞いたら、やっぱ何千円つって、箱、あの、やる、はる、やるやろう、だって。アルバイトのほうがよ。はいはい、アルバイトの子がやで、やるやんか、はい、あれなんて。うんうん その配達員のアルバイトののそのうちその日の1週間が働くだけの子を責めだくとてどうしようもないそんなことは。うてだってこんな時代にさそんんな届かありますいやたまにあるよちゃんと住所で送ってったのに届けへん届きました届いてませんよおかしいなって調べていったらなんか違うところに紛れ込んでたぐらいのことはもしかしたらそうかもしれないどっかに紛れてたようなことはあることはある。 問いいたわけですだからほんまは相原もこうやって一緒なって言ってくれてるけどもお前ももしかしたら2枚とか3枚なかったらないかもしれない分かれへんこれここ問題なんよ分からないっていうのがで「U パック」っていう「U レター」「レターパック」「レターパック」っていうのは番号ついててそこから450円払わなったけども赤いやつやったらその追跡番号じゃついてんのよでも年賀状はついてないんですよねこれ結構ちょっときついなと思って。俺なんかえ 俺あのいつもええ嫁さんがえ描いて俺字書いてやってるやんそれがパパーになったんですよ、えー、何え名前かは予備で書いたやつをでその上その書いたやつを5円でこうってもう切ったりもらわなかったんでやねんみたいないやほんまですねほんまう説明不足じゃ説明不足とか届けた時にね普通傷で,す、ね、で俺もしかしたら友言うたらね こうその新年会で友達が3人出したって言えへんかったら、はいうん、俺めっちゃ友達今年減ったやんとか<ー>去年1年でめっちゃ減ったやんって思うか、ね、<laughs> おかしいなとは思うわなう、ね、思うやんか <laughs> でもこの3人がおれへんかったら言われへんかったし、うん、5万しかけえのおかしいと思ったから言えへんかったし、はい、でも俺も電話そのドンと来たから連絡したけども。はい うん、電話する勇気がなかったんよこっちがもしかしてな勝手な早とちりで。かもしれんしもし電話してね「<laughs> こんな少ないわけない去年は僕80枚60枚から八0枚来てたんですよお菓子じゃないですか」って言って「わかりました調べてみますすいませんありました3枚やったらえっ8人や」みたいな <laughs> 確かに <laughs> ゲーム機なくなったの最大やつ <laughs> お前のがひどいわあれは。 皆さんんあるかなと絶対なもんじゃないから多少は融通聞かさなあかんのがあるのは分かってますよいろんなところに頼んで当日届きます言うてるけど当日じゃなかった次の日になったとかその辺のズレは雪降ってね交通のあれでとかそれはあるちょっとミスもあって1日2日遅れたそれもあると思うけど正月来るもんが17日だって話変わってくるからね。 見舞いとかの YouTube 見てたんかな思ってあああ4時が言ってるんですもんねあれでも多分だけど多分やけどほんまにポロッと出てきたんやと思うで。ああポロッと何これいやそれやったらなそれはごっつい郵便局って民営化してるんでしょ郵便のもう局ですよあれがそうですよが。 NGK の漫才すんのに、うん、な、言うたらさ、全然違う日に勝手に出んのと一緒やで、お前 <laughs> 客。客的には分からへんやろうけどな、<laughs> いや分かるやろ。<laughs> 勝手に出るな、みたいなさ。お前らは、お前の出番に3日や、ほう、みたいな。17日勝手に出るな。それは、スケなんかなとか思うかもしれんけどやな。名前違うねんで。 いや、野郎兵道のつもりでやった、ええやんか。いや、本当、だから。これ、なんか、笑い話、確かに、ああ、すごい話やなと思いますね。ですよね。いや、やっぱり、でも、その上の対応じゃないですか。叱るべき、調査をして、叱るべき、あの、また、あの、回答させていただきますので。避難にご容赦、をって、一回、こう、納得させておいて。後、後日、また、こう、お電話で失礼します。こう、こう、こういう、こういう理由で、お届けが遅れてました。 大変申し訳ございません囲碁ないようにって簡潔にね言ってくれりゃ多分だから僕何とか郵便局の話だけじゃなくてで僕は言うたんだから全国で演奏やねんやったらこれはもしかしたら郵政局長とかの話になってくるんちゃうのみたいな話ですけどねだからきっちりまあほぼほぼきっちりしてるんでしょうけどポロっと抜け落ちたのかも分からんけどそれにしてもね ちょっと明確にしてほしいですね十七日だからね。ちょっと笑けるけどなびっくりしてるしれっときたみたいな17日に年賀状届いたらほんまにねデジャブみたいになるよしれっとあれっていやほん本当んと結構な分厚さだよとっとね。よかったですよ友達減ってなくてほんまにやけど正月も忙しかったら年賀状もあこれでやれやれもう今何もあれ んで俺のやつだけそんなんお前。っていうことちゃうとはほんまにそんなことやと思ういやそれも問題けどもっとねわからないですよもっとねなんかわからへんけども雑に扱ってるのちゃうのと思っちゃったんですよ年賀状というものを。だって年賀状ってある意味なんぼねいろんな民営化してるようでて千倍得なとこあるじゃないですか。そそね そうでしょ、うん、まあ今勝手にね年賀状のあの

年がちょっと六年と、あ、はい、けましょう、おめでとうれあれへんがな、こっちは恥ずかしいじゃないかいと。いや、本当、本当 <laughs>、ね。そういうことです。ね、まあ、大人やったら、でも、あの、辞める時でも、一回は出さへんけど、うん、また遅れて出して、ちょっと今年から、その、はい、まあ。うん 姉妹にしますみたいなことは言い張りますもんね。近藤さんなんかは2年前にも辞めるって言って。あ、言ってはったな。言ってはったやろ。まあずっと出すのも大変や思う。でも俺出してしまったんちゃうかな。それはでもでも加えさんっていう。いや、それはいいいい全然全然。こちらのね。それはもう全然構えへんねんけどね。めっちゃ悲しいわ、ほ本間。印刷やろ、あいら出してんの。印刷印刷。俺一枚一枚手書きやね。ああ、余印刷するの一言添えるで。 でも俺全部ち餅食いすぎるだよいや、それ、小学生 <laughs> 俺、絵つきやで。絵つきで、えつき、絵つき、俺もあのお餅の絵か。いや,やるな、ばカに見えるから。近藤さんでも餅食いすぎるからね。ばに見えるからやめとけ、それ。いや、本当に。そういうことです。あぎっちゃんあれか。 初初めてか今年です気悪いのこんな話したあとにお前にまた「おめでとうございます」言わなあかんってことかまあそうですけど今年もよろしくお願いします確かにさっき言ったら無視されましたいやそんなところの希望じゃないいや21日にあんまり今年ももう俺もねだから師匠の方々とか出番の都合で今初めて会う人もあるけどもうなんか言わんかな 今年もか軽い感じで今年もよろしくお願いします。これいつまで言ったらいいんでしょうね。だから今日もだから本当悩んだんですよ。<何>今日は言うべきやわ。もっとちゃんとな。えそうなんですか。そうやったんですか。<laughs> 椅子座ってながらいいじゃなくて。いやいや,いや,いやち。ちゃんと来た時に <laughs>、はい、まあまあ普通やったらこう、はい、まあめ場所便利だって。今年も一年よろしくお願いしますぐらいのあ。あそうやったんですね。もうなんかこう原稿なんか多分読まれへんのをまあもう一回聞き直して <laughs> 全然違うイントネーションやった。んで、まあ おおさんに全然違う。違違違うもう俺も横でこの人恥ずかしいわーとか思いながら。インドででしょうか違う誰でも知ってるような土地名をなんか全然違う。うん、ね、全然違うインドのおおきさんにあのこうですよ。いい久しぶりやったんでね。うん、いやあのいや,関係ないやん <laughs> 久しぶりやから読まれへんとか関係ないやん。や確認ですよ、確認ですよ、本です。間違えてたで。全然違う。読み方は当てるんですけど、そのイントネーションがね、ちょっと難しかったんで。だからトマコマイとした、うん、トマコマイ。そんな言い方してた。<laughs> 何やなそれ。 <laughs> 全然違うう意味にになってししまうよこれ難しいほんまに私ね本間君この最後の出番1月の最後の出番ちょっとやっぱ私ね緊張しました<何>いや皆さん分けましたおめでとうございますって言いすぎて<う>今更言ってくるのってえって思われるかなとかいろいろ考えすぎて、うん、あ今年もよろしくお願いしますぐらいで入ってきたんですけど、うん、やっぱそこはやっぱきっちりしとかなあかんかったんかな、うん、とか。うん まあきっちりしてた方がいいしまあ字は読めた方がいいやろなそうです字は読めるんですよだから何回も言いますけどイントネーションの確認ですやんかだからこれあってあってたかなといやと言日本語やろ日本語一緒ハリマラダさんって言ってた言ってませんよそんな外国人ちゃうんですからハリマラダってことハリマラダいや言うてません言うてたらさ点が分かれへんのいやいや確認でねハリーマ ナダさんですかって聞いただけです。昼とこどこでしたっけで、ね、これ合ってましたかって間違ってたんですけど。<laughs> <laughs> なんかもうガックしやったわ。<laughs> なんかね軽蔑した目ですごいアイさん見てたっていうのは私も感づいてまして。いやでも私むっちゃ会いたくて。なも,うもうちょっとさね,ねなんか、うん、せっかくは初やったこうピリッとしません。 なんか、ば、番組やから、まあ、は、なんか、ぎしゃはぎしゃで、今年始めたのに、なんか、挨拶の仕方も。言ってえんだか悪いんだか言うに決まってるや、んそんなもん。今年初めて、言ってるのに、ゆ、有利。まあ、あれだもんね、こ、この前に、近藤さんの、ラ、ラジオを取ってはって、ちょっと、もう、三時間ぐらい喋ってはったんでしょう。もまあ、じょ、顔に疲れが出てる。お、ほんまの話。俺はあれや、疲れなくて、あの。 寒暖される。寒暖される。ね、俺もちょっとなんかまあいろいろ仕事喋りすぎて、はい、<ぁ>戻りたい。 ん喉が痛い喉が痛いしこうテンションをグワッとこう上げんとなかなかねそれだけメッセンジャーぐらいやったらこうグワッと上げなあかんと思ってもう入った時点でスイッチを上げようとしててほんならもうこうハッサンにさもう結局しゃべり合いでは来るとおれへんからギシャギシャで変なでつ原稿の下準備ばっかりしてるからこっちもグワッと上げるたびにはハッスミしかおれへんやんかハッサンにもあの嫁さんとのあれどうやとかでもどっちでもえええねん俺からしたらま前もめてんのお前長いなお前でそれをんかおもしろおかしく喋って俺もグワッ と上がってさあ本番だと思ったらもう本番前まで、はあ「はぁ <laughs>」って言って。いやもう全然テンション上がれへん。どうしたなんで横におる作家のために聞きながら俺のテンションガッと上げていかなさって。 もうちょっとみんなさ緊張感持ってやりましょうよやりましょうみんなもういくら喋れへんから言うあかて,てあさまあ、まあ、また言います、ね、<laughs> い<や>これの一点バリエンシでまた言うわ、はい、あの言われへんこともあるし、ね、<laughs> はぁふぅ調子悪いわ 調子悪い楽しない、うん、ねえ <laughs> 言ってました <laughs> 楽しないがら知らけど俺も別に一日中楽しいわけでもないで、ね、言うなかっコンディションちょっと悪めですねいや悪いところ押し殺してやるのよ、うん、プロはそうですよねそりゃそうやんかもうあんたええー、ほんま調子悪い調子悪いよみんなな調子悪い中でみんなこうやっててさガッと頑張っていこうよって

あ、なんか俺ツイッターで見たのトークショーはい1時間半綾瀬はくらはるかと木村拓哉の映画の監督とレジェンドトークトークショー誰が選んだんやお前どっから仕事来てんそれいやあのすさまじい間違いの中で起こった奇跡やっこのラジオ聞いて技しゃに頼もうとは思わんこのラジオはねそうなんですけどあまた後へんなるな トークショーの仕事遠のくないやトークショー結構私好きであのすごい人の話知らんやん <laughs> い,やいやだから何で来たんやっていう説明をねいやそれはしますやんか <laughs> オーディションかい違います名指しでっていう名指しですすいませんなんでなんかんどこを見て でも私のすべてを見てですよ。三分の不動産番組見て。いや、違いますけど。<laughs> あのね、そう同じようなことね、近しい人にも言われましたわ。なんであなたに来たのみたいな、言われたけど。センブちゃんそ、そいやいや、違いますよ、違いセンブ,の真,センブの真似してたよ。入ってました違います、違います。背中丸くして。梅山ちゃん。いや、違います。けど、まあ言われたりもしましたけど。誰かわかるけど言うな、ね、<laughs> いや、近しい人間です。近しい人間。はいね まあ、同じようなこと言われましたけどでもあの無事ちゃんと1時間半トークショーをしてーその後舞台挨拶の MC とまたそこでトークもやってもうすごいなんか自分で言ったら信じてもらえないかもしれないですけど褒められました誰にあの皆さんに喜んでいただきました、えー、か完璧でしたとまたお願いしますと。 だって台本とかこう読む下手やんか。いやめっちゃ上手なんですだからやるときはやるんですけど、これ言いたい私は。やっぱそのキャリアね、二三年の割にはやっぱまあいいっていう。はい、<laughs> いや十な十年やってます。十十<え>年やってます。<え>はい。二 <laughs> 三年と思ってたんですか？私のこのラジオを見て。んな, <laughs> なんで今日びっくりしました。九十九回目の出番です。は、ね。うわ 足掛け何年ですか？足掛け七年になります。だから次百回記念や。あ、そうですね記念日です。来るのか来ないのか？かいや来るでしょ。そりゃ来るでしょ。<laughs> いや来るのか来ないのか。いやいやいや来ますよ。いやこれだからいつからの九十九回ですかねっていう話でね。二千十五年から数えての九十九回ですか？いやそうでしょう。あ、もうなわかれへんだって、うん、過去を知ってるメンバーが誰一人い,い,いないですね。<laughs> 確かに <laughs>、うん。九十九回。いやはいなんか記念すべきはい。 いいですねゾロ目で100回回になったらねもう家でひっそりと家族でパーティーするのもよし何で家でそんなことするんですか100回それだけ100回きれいやぞだって俺ら自身がやで俺ら自身がこの958回というこのを意識したことがないんだもんそんなにだからもう1,000回えっ958回ほんなら1,000回行く時はいつなんねん今年中に1,000回行くんじゃないの行かない。 行かない行くか行かないか来年の今ぐらいかの50週50週やからまあ行かんかでな次4回やからまあ来年頭ぐらいの頭ぐらいなあれやったら何しますかそれは何にも別に何何何何何何何い何何何何何し何う何何何しないん何すか何何何何何何何 えこえ今年で20周年とこちゃいました番組も。いやあん。ううなんでですか。ううあのポジティブな情報は一切我々には <laughs>。ちょうちょう収率いいんでしたよね。分れへんね何にも。そうなんですか。<laughs> <う>今年で20周年でしょ、まあ。芝居の稽古小屋みたいなところで放送してるんだよね。<laughs> 雑多なとこでね。<laughs> いや本当に。いやすごいですすごいですこれは楽しみですね。 だからギッシももう99あ次100回やろ。はまだだからまあアリアンが仕事も増えてきてんからね。はい。記念日ですね。ありがとうさようならっていうとか常にあったりするやかない。このバグなんでそんな不吉なことこんな記念日。おめでと卒業です。なんでなんでですか100回で卒業って約束ちゃいましたよね。いや。あればね。あればねってありますから。100回の記念日はありますしはい。 もうええわもうええわもうええわう鬱陶しそうにこんな私も高揚して喋ってるテンション上がってきたら嫌やねん俺ギッちゃん確かに楽しいですなんかギッちゃんテンション上がってきたらうるさいやろキャッキャ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 ってだからいって上げるねここの気持ちを上げといてくれたらええねんけどキャッキャキャキャ言うからちょっとしんどいねん気持ちをグッと上げようっておっしゃってたからねああそうまあ確かにね確かにもうこんな息臭い雰囲気で俺はもうそんな息臭かったかお前 いやままあほんま黒田さんがねもう車でほんまにもうおつやみたいな感じでんど <laughs> いやそれは別にもうね、まあ、だ誰もこう鼓舞してテンション上げろとは言いますけどこない真横におる人間がタレント気使ってこっちもさ喋っていきながらテンション上げてようだから別に興味もあるかないようなことを言うたりもするやんかそれでもなんかああ <laughs> <laughs> 大きいためきしたよね大芝居に芝居で晴れたって言うたったなんなんだとハイヒルさんにびっくりする怒られたいやしゃいなまな横でずっと台本メモってるしさあテーマでございますあのテーマとは全然関係ないんですけどね今日行きしなにね車で来たんですけど電力の大きな交差点があるんですよねこう まあ人が多いもんですから、うん、横断歩道ざーっと歩いてるときに、うん、あれやっぱりすごい存在感やね <laughs> まさか天禄か天禄のその抜けていく商店街で車でもあってまあ、まあ、自転車の人もおる <laughs> ねで、ね、まあまあお,お,おじいちゃん,ん老若男女遊び方おるまあ頭4つは抜けてるからない、うん <laughs> <laughs> わってば目引くな小森さんやろ小森さんはすごかったおばあさんがほんまにね腹ぐらいの位置やったんち小森さんが大きいのかおばあちゃんが小っちゃいのかやっぱ198は大きいよ俺だから餅つき淡路島で餅つき大会あってそれに参加させていただいてんけどもその時にマックス鈴木さんも来てはった言うたやろ 大きいのよ大きいだろ小森さん見てるからそんな思えへんかったもんやっぱり多分小森さんの方がでかいはずやあの横断歩道結構大きい横断歩道をね四歩やったほすいほもうそれやったらもう人をまたいでるよおばあちゃんまたいでるいや悠々としてたわ で、だって、びっくりしたみたいな顔してた。いや <laughs> <laughs>、わからへんけど。<laughs> そういう表情がったら、新制定きてるかもしれんけど。ね、あの、まあ、いろいろ、僕、自分でツイッターとか何もしませんので、はい、人のツイッターをざーっと見ててね。はい、で、これ、どういうふうに思うのが正解なんだなって思うことがようあるんですよ。まあ、向川さんが自分の家から、なんか朝日があって。 まあこ,うこういう高台に住んでるお金持ちのうちなんだよっていうようなことを言いたいのかなとか牛車やでたらシャでどこどこで仕事しました、はい、どこどこでやってきました、はい、どこどこで何しましたっていうのはまあ私もいっぱい仕事あるんだぞっていう風な無言のメッセージなのか。<laughs> 梅山さんが顔修正しまくった写真をこう載せまくるのは私のか,かわいい顔を、ね、<laughs> 見たことないて。やでて山いさんやぐらいで こんな修正してんの？でもしてないっておっしゃる、ね。ソリーマチタカシと左トンペイさんぐらい違いますわ。うん、全然違いますよ <laughs>。全然全然違いう。出て、ね、あそういうだから変身願望があるんかなとか思うんですけどね。そのご飯的なものをこう載せられた時にどう思うのが正解なのかなと思うんです。これも取りますよたまに。<laughs> そうそれ見たときに。うん こういういものを作ったんですだからまあ旬の材料を使ってこんなものを作ってみましたとかおい、うん、しそうにできてますねとかいうのが、うんまあ、あっていいじゃないですかあ,、はい、あ俺もこんなの今日夜食べてみようかなとかあなるほどね作ってみようかなとか、ま、作ってみようかなとか、うん、ああそうそうちょっとヒントにしてこういう麺を加えてみようとか、うん、で 録さんんんののやってるのもあんまし意味分かツイッターにツイッターにそなんかまあ汚いご飯をのして、うん、こ,こ,これを俺はどう思ったら正解なのかって思った時に年末ですよ、はい、ま,あまあバーっと見てて、ね、嫁さんがね、うん、まあなんかふだはそんなにあの面白おかしいこともないのでどっちか言ったらにこやかな表情じゃないのにニコニコして「はい、これ見てこれ見て」ってう「うん、これ見て」って言ったら。うん ギッシャンと年越しソーの年越しソーの写写真で、で俺に見せて、これどういうつもりやろな？どういう意味？どういう意味？でパッと俺も見て、確かにどういう意味なんやろな？どうどういう風に撮ったらええんやろな？で二人で合わせて何も何もこう意見的なその写真を見て、こんなまずそうなやつ、どうどう思ったら正解なんっていう。 どういうい意味ですか年越しそばって別に普通にポーンってさえびの天ぷらあってある程度人のまあ言うたら出来合いのものを買ってきたってそれに映るやんかああでそれの写真がもう申し訳ない <laughs>、うん、めちゃくちゃ美味しくなさそうやって自分が作ったって多分自分で作ったんやろうなえび <laughs>、はい、の天ぷらも自分で揚げてちょっとごめんあかねちん見せてもらっていいですか、うんうん、すいませんそばも伊豆もそば使ってますわ 何がダメかわからん。あの、あの作るのは別に否定せえへんし、これ食べんのもええねんで、これを乗せて、俺らがどう思うことが正解なのかな。エビの素揚げ。ですかそうやろ。そうやろ、もうまずついてない。俺、俺は、そのお、おせちに入ってる、このエビの、こうた、炊いたやつを。もう、いち早く入れたんかなとか。これ、青ネギの下に、白ネギひいてんの。はい。 いや、ね、私、ね、白ネギ好きだからダ<や>、はい、ダブルネギ <laughs> はいいやネギ好きなんですよいやこ悪から言えないでダブルネギでもいいエビの素揚げでもいいんです <laughs> 素揚げじゃないんですよでそれを乗せることによって見た俺たちはどう思うことが正解なんやろ、はい、かにで何が目的なのこれ文字文字見ました文字 何文字？あのね来年も私のそばにいてくださいのそばにかかってるんですよ。だからその部分にそうやったらさそばはシンプルなやつ出してください。すっと入ってきませんや A から。これ誰が作った？お前が作った？今年に決まってるじゃないですか。これあれですか？なんです？ぶっかけみたいで汁少ないんですかあのね汁めっちゃ少なくなったんですよ。じゃす薄すぎて。まあの失敗しましたやったらまだ代わりあるけどな。なんか。 美味しそうに作ろうと思ったんですけど、うん、で <laughs> 失敗しちゃいました皆さん見てくださいやったらこれで白ネギなんでこんなふにゃふにゃなんですかあのちょっと旦那がねそのふにゃふにゃの白ネギが好きっていうんでまあちょっと量産に炊いたっていうのでふにゃふにゃなんですよふにゃふにゃなのはねただそのエビの天ぷらは本当にやっぱこれごまかせないですねもうこれ素揚げはね失敗したんですよ、ね、実は言わなかったんですけどあともう一個言わせてもらうとこれ刻んでるねイカてきだな あ,まあのちょっとあのいそ掃除とかで忙しかったんでそのネギはね白ネギを切りましど掃除で忙しかった, <laughs> たかか時間がない、うん、じゃあそばは成功させろよ <laughs> もしくはそばのせんでいいやんか <laughs> の乗せんでいいねんだからの乗せるんやったらそのまあ取る見る方のい意味って多分あるやんかそのこう見てほしいっていうのがそれはぎっしゃい 強引なまでに自分ののこととをよく見てほしいい甘えの塊や思色が悪い,よいやも,でし,かも優等でしょこれ優等って何ですか頭頭がある背は取ってませんよ。取って曲がりっ 話やし、これなんですかクジラの胃の中ですか <laughs> <laughs> 丸呑みし下の人の,人のね、年越しそばなんていう言い方するんですかいや僕らがべら今アメでそうなんです、悪いわるに思えたら一回このリスナーの方に見てもらおうよこれをね、別に乗せなくてあなたのお家に行ってね、僕がわざわざピンポンピンポン行って、ちょっとそば見してそば見して,して見て、ねー <laughs> にって言ったらあんたどういうつもりなんですか言われてもらう仕方がないけど、うんまあ、公のとこをこれを乗してさ、はい、でこれを乗す 意味と俺らがどう取ったらいいかをまずその答えなかった言って「うん、俺らどう取ったらいいの」<の>いどう取ったらいいか、うん、の今年もそばにいていただけたらいいんですそばにいてくださいってことがこ生徒ももっとシンプルにそばをそ,そうなんですよ、うん、で私そのつもりだったんですけど、うん、正直私エビの天ぷら,をら天ぷらをあんま家でしないんですよ あの揚げ物はするんですけど、うん、天ぷらはちょっと難しくてしてなくて、うん、あの旦那ももうちょっといらんって言ってて <laughs> で私エリーもらったんですよ実は、うん、でこれちゃんとまっすぐ揚げれるようにしてなって言,わ言って友達からもらったんですねうん、うん、あ分かったっつってまあやったんですけど私エリー天ぷらしたことあんまなくて、うん、絶対ないやろなこれでもついてへんしな そうなんでしょ衣ついてへんのに天ぷらってもうつけたんですけどすわげでしょこれだ全部取れたんですよ油に入れたらだからじゃついてないっそもうそんにこんだけ湯気が立ってない黒田がどっかの施設を狙ってるハッカーみたいになってる格好のアイレスやんかだって湯気がまず全然立ってないすえでぼもうごめんなさいねもう やめへんやめません <laughs> なんでやめたかるの<え>だから目的がはっきりこうあの失敗しちゃいましたまでのせてくれたらさ、はい、い失敗したんやでって言うんだけど、うん、こうだーンとこう <laughs> バレへんと思ったんですね正直あの正直失敗しててあのもう今年からはもうちょっとやめようか言うてあのもうちょっと他のものにするわってあげるのもやめようかとそれったらもう修正しまくった梅山さんの写真の方がまだいいわ <laughs> 願望やっっていうことをことちでで組んで取れるからまあど,どっちにしてもご迷惑はおかけしてないはずなんでまあでもそばに迷惑はやってないけど、はい、どう取ったらいいのかなってだから劇団はほんま色彩感覚ないんですよ本当に確かにこれ見てるけど僕は一回教えたって<れ>チンゲンサイと薄揚げの煮物を教えたら簡単にできるから、はいはい、で<ー>俺のところに送ってきてんけども。 薄揚げててやっっぱり細かく切もうね何センチあれ2センチはあ個が太いのよボコッとこれは、うん、だからこれって結局ね、うん、切るだけのことでしょ、うん、切るだけで太くなるっていうことはもう色彩感覚がないというのに俺はバランスもおかしいすよだから料理は全くできないタイプなんですこういう人っていうのは。 いやできます。味たちゃんと食べてから言ってほしいです。食べても関係ない。はい、食べても関係ない。それは見た目って大事。<laughs> これはもう完全に汁がうまいんです我々だって。見た目がもうど,しどう美し,し,しくない正<直>美味しかこれはまずかったです。もうまずめちゃくちゃまずい。でものすんや。 でもそああレし食べようと思って食べたらちょっとこれあれやな知るないなあ言うてあんま美味しくなかったごめんもうあんま食べへんでいいで他のもん作るわって言ったんですほ、うん、んでまあ一応食べてくれましたけど年越しそばだしまあでもちょっとこれは失敗。

うん、そうやの <laughs> このエビの出ぶらで「あっ入った」って書いてある <laughs> だから俺正月の色、まあ、入ってる <laughs> おせちに入ってるエビをバコっと入れてたら、ね、多分ねもらったって生でもらったんちゃうでしょ <laughs> あ、飲まちゃいましたかね。茹でたやつを食べてっていうでもそ,そ,そ,それをわざわざ茹でて甘く煮てるとかね、おせちに入れてもらうわけだけど、わざわざそのまま天ぷらにジョボンと入れて、<ー>だから殻もむかんとやってるからそのまま全部油あの衣が剥がれてその衣が水分全部据て持ってぶっかけ。なるほど。<laughs> 私もちょっと正月。えエビの腹ですね。<laughs> <ちょ> <laughs> このエビはもう不幸な最後を遂げたっていう食べんの難しかったです確かにはい難しい食べ方になりますね教えてくれ調べったりせへんのでもそういうの時間がなく淀川の淀ちゃんじゃないけどこれ。そばのエビちゃんはもうひどいありそうなんですこんなことされんのやったらなもう海にちゃんとあの締め立ってほしかったなエビかわいせやわ 俺これやったらもうどん兵衛でええで同じことだんないとしたわそやろう天ぷらの後乗せなきゃ <laughs> どん兵衛でよかったんけどみたいなまあ今年からもうどん兵衛でえでみたいなそんな言いしやから言うてわ、はい、かるわ俺も絶対せうやって言うもん <laughs> も,うもうええでほんまにって言ってほんまにどん兵でなるほどこれなんかおかしなもんなら <laughs> エビ足ついとるもんな <laughs> ちょっともうだからもうパソコン引き取ってください黒田さんの <laughs> そんな顔もういいですってううこ,れこれはやっぱりあの、ね、年末に一盛り上がりありまして、ね<ー>えー、申し訳ないですけど、ね、<laughs> 言ってください今ここで言われると思いますというわけで来週のテーマどう取ったらいいのい はい、えー、来週のテーマいはいどう取ったらいいのでお待ちしています採用された方には番組特製のボールペンを採用不採用に関わらずいただいたすべてのメッセージから抽選で3人の方には現金3000円を一番盛り上がったメッセージをくださったお一人にも現金3000円をプレゼントします来週金曜日の午前中までに届くようお送りください宛先ですファックスは066809-9090 066809-9090 E メールはおばちゃんアットマーク mbs117 おはがきは郵便番号 530−8304MBS ラジオ「それゆけメッセンジャー」今週のテーマ係までたくさんのメッセージをお待ちしています昨日性靴下のエコノレックと播磨ダさん生ガキのマルトスイさんがお送りする今週のそれゆけ目線さあいきましょうかはいれな ささささん生のマルトスイさんんん生ののですのと俺が思うにこここれのことやさんやな <laughs> さんやな <laughs> ないさん、ね <laughs> はい誰ねはお願いしますまずは川岸セレクト。スニーカーカが大好き お笑い芸人レイザーラモン RG さん、お笑いコンビスパイクの小川さん、摩天楼のアントニーさんが靴下会社とスニーカーのコラボ商品のお披露目会を行いました。アントニーさんはスニーカーに1000万円くらい使っているかもとスニーカー愛を語りました。なんか好きな方、僕も嫌いじゃないけど、はい、ここまでじゃないかな。どれくらいなんか好きでこれぐらいこう熱中して集めてるみたいなもんってないんですかなんか。 今でも今俺 N ゲージやってますねタワーのものすごくかかれへんでも思ったよりねもっとかかるんかなと思ったけど N ゲージを趣味にするってなかなかかかるって聞いたけ今僕あれじゃないですか競馬とか競輪とかパチンコとか全くせえへんから別にそれぐらいやったらまあまあ趣味程度でええかなと思ってでもちゃんとしたジオラマ作ろうと思って。 畳1畳ぐらいしたらそれこそ何百万ってかかるんちゃう何百万はいかへんと思う。いけへん。いけへん。だって俺今作ってんので大体10万円ぐらいですね。まえ。1個作るの1万円だから。それは凝ったらね。きりないわ。そうなよねこ凝ったらきりないけどちょこちょこ作っていこうかなと思って淡路島の家置こうかなと思って。今作ってんのは大体長さ1 8 0ンチの横3 0ンチの棚に置けるやつやねんか。それで丸くしてんねんけどもまあ。 でも意外と山とかは八スチロール。 昔はなパラなあれ n h 金かかったっちゅうのはな意味わかんねい。あの千枚特許というかもうそんなん作ってる会社あんまりなかったんけど実はこのコロナ禍の中でそういうの流行りだしてジオラマ作るのとかあのガンダムだとかああいやらお前手先武器やからでけへんけあのあるやんプラモデル昔作ってたけどっていう人がこの時期もう何も家出られへん時にプラモデル人口がばー増えて今100均がね すごいよ、<え>そのジオラマのもの、<え>木とか草とか売ってんのよ、100円で売ってんの、だキャンプ用具が増えたみたいにジオラマ用品みたいな増える例えば、こう芝にしたりとか、土にしたりとかするところって、大体、うん、そういうちゃんとしたところで買うと、一袋400円とかすんねんけども、はい、100均で売るようになってきて、えー、だ,だいぶコストがぐちと下がりま、ね、っ,かっただからあの コルパンとかもあるやんかあんなも昔の専門の業者で買わなかったんやけど今100均で売ってるからある程度揃えんね結構揃えますだえばボンドも全部百0均やからな昔高かったやんかいや俺はやったことないけど私やったことあるよ接着剤とかガンダムとかあの N ゲージの前にさああのまプラレールがプラレールの一個進んだやつがちょっと。 ちょっとリアルなプラレールみたいなあれも高いね。グンと値段、あの本格的になればなるほど高くて、あ N ゲージはもっと高いから、これはちょっと手が出えへんな。まあ子供は好きやったから。だからもうその子供ができるかじゃそこまでは無理やと思うねし、まあねあのその何か言ったら家がある程度なかったら広さが、置いとかれあの畳むことできへんしでしょ。だその問題はあるかもしれんけども、今も時間あるからそれは結構まあ。 趣味としてちょっとずつ一日ちょっとずつ作っていくの楽しいな思っても黒田さんギッシャーの顔を見てわかりませんかここれを選んだってことはターンで早く私のとこに来いっていういや私はお二人の集めてるものをすごく聞きたかったですよ聞かれたのにそれ正直言うたらお前そんな思ってんの愛原さん愛原さん前にいるからねだから横で早くもうもうええで 私が金かけてるももう次私のターン違います次さんでや俺もいいやリスナーさんも絶対私よりメッセンジャーさんのそういう趣味とか聞きたいからお前ひよってるなすぐ叩かれるからひよってるなお前怖いほ嫌われゆかのみたいな嫌われマツコみたいな違いますよ別にお前車やろ結局。 金かけて車の本とかそういうのは好きかなや,<ろ>やっぱり<ー>その車に例えばボールなんかもノーマルである飲るけどお前なんかも絶対あれやけどなんけ何かまあまあいろいろ書いたりする、うん、でもねやっぱりこうそういう細々したもののっていうのが自分が作られんから無理あーそうあーそうですよねやからでもそう思ったんねそのこのスニーカーと靴はやたら買いますね、えー、あ 多いですか靴は買うで履ける靴を買いたいから、えー、そのこの人だってずっと飾ってるでしょ、はい、あそんなんじゃないわないや普通に履きたいから履ける靴をだから上限なんぼって決まってくるわ。 このレアもんやから10万出しても15万出してもってこの人なんて買うやんか矢野さんの靴何十枚やねブーツそれ言うて怒られてたやんか自分何度ぐられなんですか矢野さんが長渕剛さんみたいな格好で LGK でロビーで座ったしかも今の長渕剛さんやでタンクトップでおおむつ履いて顔ちゃんでそれすっごい高はってんな俺は値段知らんくてあれあの何ちゅうの あのクロームハーツのブーツだ俺こなん、ね、俺聞いたことなくてごっついんですよで俺なんぼか知らんやんから、はいはい、なんかこういじってたんですよいろいろその、はい、あれだあのインディアンズのブチ<渕>が,が通って「うん、お前もうお前これえ靴がか,かなかんねみたいなことでいじっとって。あの、はい

ああ、レザーレザーもあって、だからスエードみたいなレザーってスエードレザーのなんか毛いっぱいというか、もしこれ雨の日とかどうないつんだろうなと。ああ、本当ですよね。やっぱりもうせいぜい二万五千ぐらいまで。高くてもスニーカーやったらスニーカーで二万五千。円俺それやった。 5000円ぐらいのスニーカーを毎回履き替えるほうが好きでまあそれもなもう靴汚れたら嫌やんかそうで防ぎようなんやんかまあまあそれでも水よけのスプレーとかはねんでやってるけどそれでもやっぱ汚れてゃ汚れるよそう思ったらいくかターンくかまだかなとちょっと正直さすがにいえ終わりですか

いや私はもうこの終了今からてくださいよ自分に合った帽子を探す20年間いやいやまだまだここからそうないや頭がじゃがいもみたいにって話とか小杉緑の小杉師匠の話じゃないでそんな帽子の話とか小杉師匠愛原の嫁な俺の嫁ぐらいのソンブレロみたいなのをかぶってんだよねソンブレロって誰なのよメキシコのソンブレロ誰なのそれぐらいの 大きな帽子をかぶってるなら写真撮ってこいっていう <laughs> いやいや私は量やったんですけど分かりました<量>あの、はい、帽子の量をねクえぐらいの大きさありますね <laughs> 頭で支えられないでしょ <laughs> はい、えー、以上今週の「それゆけ目線」でしたパパチンココスススロットスーパーーモグループの提供でお送りしますすいません相原ですがどうか背中をさせていただけますか 神様ありがとうこのコーナーは皆さんが迷っていることをうっすら知っている愛原がどうしても背中を押したいというので仕方なしに解決させてあげるコーナーです前回の悩みでございます姫路市はマレイカミオさん、うんえー、昨年から大阪の美,術美容学校に行き一人が暮らしをしている18歳の娘が先日帰省しましたが、えー、容姿が変貌しており髪の毛はピンク鼻にはピアス 爪には金なぶんみたいになってよって,って驚きました <laughs> ま、ね、将来は芸能関係のメイクになりたいそうですが心配しかございませんということで、えー、まあ、美容学校の時はみんなこう友達同士でやり合ったりとかしてで結構みんな派手やす、ね、い結構過剰になるよね、うん、あ結構なあのもう、うん やってって言ってやらせてあげるからみたいなうん、うん、なるらしいのいろいろ聞いたら、はい、だから、まあ、働きだしたら TPO に合わせてねいろいろからから今のうちだけなんで、まあ、それはなんかハロウィンの仮装みたいなね思っといたらいいんじゃないの<と>お仕事につながるような、ね、ファッションもあるやろうしね、はい、そうですねお返事いただいております先週の放送で私の悩みに答えていただきありがとうございました今関西で一番面白いと評判のメッセンジャーさんに背中を押していただき大変感動しております娘は学校ににも真面目に 言っているみたいなので、暖かく見守ろうと思います。ありがとうございました。といただいております。ね、やばい、容姿とか、それで見たらダメよね。なんか声優のがこう言ったら、本当に髪の毛青にして、そそれっぽいね。ね、そう、そう、そう、そんな子も多いし、ね。そうなってるし、で。うん 前も読みましたけどもあのもうアニメの主人公がピアスしたりとか男の子がそういう時代やからね俺らからすると本当前ね天使もうんだけど男のピアスするって難しくなかったけど今普通にみんなしてるわおさむ師匠が言うてはったよあっせや言うてた俺も言われた言うといてやって言われたんとあと児玉師匠がええ しいたけを晩飯食べるのをやめたらしいです。<laughs> 何にやったんですか。<laughs> とりあえず一個のものをずっと食べるって,てっ、はいう人。終わりました。焼きたが焼いたが終わり,り、しいけをにポン酢をかけて食べるっていうのが終わりまして、でそこからあのー、あれになったんですよ。佃煮に。 広いな小枝さんに言われてつくだ煮をこぶからこぶをやって作るようになってんけど喉は渇くんやっていう時に僕は鶏肉と鳥取県ちらシだというラジオやってるんですけどそこでご紹介した鳥取産の粒マスタードこれもあやれ一回買うてみてめちゃくちゃ高いねんけど 1600g するんだけど何にけて食べるのでもいいです。僕のは鶏 鶏の、まあ、野菜でも全然ええけども、うん、値段が高いからあの鶏を結構皮の方きつめに焼いて、うん、そこにこうパッと乗せて、うん、でまああのちょっとでも醤油でもポンでもいいからさ、うん、抜群にうまいですよって言ったら昨日ラ LINE 来て「うん、おいしかったわ」えー「まずかったらそれでけめせんのなり殴り込もうとったね<と>そんなアグレッシブな師匠でしたか <laughs> 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 どっちかと,と動きも喋りもスローモーのイメージがありましたけどそういうことをちょっとなるほどきま <laughs>、はい、ご報告ですねボールペン差し上げたいと思いますはい、はいえー、今週のお悩みに参りますラジオネーム栗ごはんさん、はい、神奈川県の方からいただきました 私はパートで働く40半ば既婚の熟熟女です勤務先である男性、独身30代後半で結婚願望なしと出会い5年ほど不倫関係がありましたこ,このままではいけないと先月彼に別れを告げ別れましたしかし今一人の時間が増えどう過ごしたらいいのか困惑しています結婚を機に故郷を離れ友達もおらず職場の人ともプライベートな付き合いもなくご近所さんも挨拶程度、うん 子供たちも大きくなりおのおので出かけ旦那は仕事で帰宅は遅く休みの日も出かける様子もなくインドア派で全く趣味が合いません彼と過ごしていた5年間平日がお休みのため食事や映画時には音楽やお笑いライブなどにも行き土地感がない田舎者の私には新鮮で食べ物の好みも合いおしゃれをして出かけることも久々でとっても楽しかったです、うん、しかし家族に嘘をついている罪悪感や心のモヤモヤは常にありました 別れた今の生活が真っ当で胸を張って生きている気がします家の掃除をしたり動画を見たりライブを聞いたりしていますが一人の時間の寂しさや時間の使い道がわからずまた彼と寄りを戻してしまいそうで怖いのですどうかこんな私にアドバイスをお願いしますと なるほどあのど,どこまで行っても浮気相手どこまでも行っても不倫相手だから楽しいんですよ、はい、これ、えー、本命の方と今の旦那さんと別れて、うん、その方と結婚したらまた同じです、はい、そうですね常にそういうことなんですだからそういうことだと認識してお付き合いするただこの人とおれば楽しい違いますよ、はい、この人が浮気相手限られた時間の中で会うから楽しいんですよ、うんはい そうですね<う>新鮮ですしね人と、まあ、たまにはありますけどね、うん、その人と一緒になって添い遂げるっていうパターンもありますけど、はい、ほとんどが、うん、そうですよねまた同じことの繰り返ししてますもんねん次結婚しても別れられるタイミングで別れてた方が後々本当にこじれた時に、はい、あ,あの時っていう後悔もないわけではないので、うん、まあ 新しい人のがいいんじゃないですか。あ次あもしするならばよりを戻すのでゃなきゃならない。よたまたま穴もなかったけどね。そう。なんかでバレた時にいやね。これやっぱり五年付き合ってもう一回より戻して別れたのと初めて全然知らん人とそういう風になってだって五年間バレへんかったんやから他の人とやってもそれはっぱバレへんと思う。うんそうですね。するせえへんで穴が埋められることでしかないんやったらそうやけど。 その他のことで埋める癖もそろそろつけた方が多分えんかもしれんけどねもうちょっとこうだから今なんか,か多いじゃないですか色恋のええー、年齢した時とらの色恋の事件が多、うんうんはいよなあた,、ね、ただまあ僕もそのモラリストじゃないのでね、うん、本当に我々みたいな公の仕事じゃなくこう一般の人やったら、はい どうなってるかわからないですそれはそうですそれはもう胸を張って言えますほまにね胸張ってだからこの人の気持ちがわからんわけではないんですけどもそこそこでやめとくっていうのも大事かなそうですね一回別れたちゃ綺麗に別れたの逆に珍しいですよちょっとこじれますもんねしかも同じ会社とかやったら余計ややこしいほんまやほんまですね腹いっぱいまで人と付き合ったらあと大変よそうですね腹八分目ぐらいがちょうどいいんですかね そうよね,ねだから分からんよ、はい、旦那さんも別に何にもないわけじゃないかもしれんし、ね、そ,ね、それはわかりませんけども、取り戻すのはちょっと危険かね回きれたものってよね、そうそうそう、うまたもうか回の時に、まあ、なんか、ようにならんじゃないですかね。だから 別にえ語ことじゃないけどももうほんま体だけの関係ならね変にねご飯とか食べるとかねそういうデート行くでそういうことすること自体がもう間違えてんのよもうコンビニでな待ち合わせしてそれは知らんそれは知らん何コンビニで待ち合わせしてどうするそこでだからも買えばいいやんかあてでも何ビールでも買えばいいやんちょうど日本橋の高専店にあるわ。 コンビニがな。コンビどこでもコンビニあるよアクセスがアクセスラインがちょうどいいね日本日本の。何馬か月の近所から何馬の日本橋の交差点に入る。い見られるよ何馬か月近所やから。何馬か月近所だから見られるよ会社の人間にその近場で行くとお前。そんな近場でやってる思いへん。なんちゅう会話ですか。いっぱいコンビニあだから日本橋だって。日本橋しだか何ぼでもコンビニあるわ。ちょうどあの交差点にあんのよ。 あるよちょうどあのーローソンセブンイレブンセブンイレブンじゃないえー、ファミマやファミマ,ァミマあんなとこ結構みんなから若手の親切のやつとか来おるからさええやん別来たって、ね <laughs> お互い様や。な <laughs> んで <laughs> 急にそっち側なってるんですか。<laughs> まあ、ほどほどにというところですね。はい、はい。さあ皆さんもうすらしているあやはらに迷いぶつけてみませんか。迷っていることを詳しく書いて送ってください。採用者にはあやはら直筆式紙とボールペン、ステッカー、キーホルダー、そしてぎっしゃんお手製の線流をお届けします。はい。ええー、式紙とステッカー二枚、ね。はい。ぎっしゃんの線流です、えー。浮気は怖いよっていう。 千流わかりました。五枚差し上げたいと思います、はいお届けします。<laughs> さあそれではいただいたメッセージをご紹介しましょう。はい今日のテーマ寂しいなあということで、はいえー、大阪市はマミーさんですね。私が最近寂しいなと感じているのは右乳首に生えていた長い おけけです3センチぐらいにょるとした太いおけけ恥ずかしいなと思い何度か抜いてるうちに生えなくなりましたしかし乳首のおけけは金運アップのおけけだとか、うん、途端に寂しくなってしまいまた生えてこないかな金運のおけけ <laughs> <laughs> 女性の方ですけどねえお女性で生えるんですねうんま見たことない,いや、あのー、元ジャリズムの山下さんは 右に乳首長いの生えてましたよ。<ー>で、脱<ー>くなよって真剣に言ってましたから。<laughs> でやるのいやその金運だから。金運はどっちかってい,いいんじゃないですかあの人 あまあね、お金には困ってないでしょうがねう確かにそうかもしれませんなさあこちらラジオネームコッコマムさんから頂きました滋賀県の方です結婚35年今まで同じ寝室で夫と寝ていましたしかしいびきがうるさくて眠れないので別の寝室にしたいというとなんでやと不服そういびきだけなら我慢できますが歯ぎしり寝言と三拍子そろっての夜中の騒音に耐えきれずとうとう別の寝室を強行しました私は以降安眠の毎日ですが夫は寂しいなあの夜を 過ごしておりますとこれはよく先輩にも聞あまあ嫌やわなあと尿の近さ男性側のなるほど起きたりとかしたらね目覚めますもんね何回行くんだとあや言うてる間に僕だってもう最初から別々やからそこを融合することがないしそれはもう一番端の部屋から誰の迷惑もかけへんしねトイレの真横 いやでも僕が一番奥,奥の部屋なんで入り口側なんで3回目ぐらいから俺の体おかしいからと思ますおかいました映画見たらずっとすっ「すいません」って言われてちょっとすいませんもう3回目ぐらいにはもうかかってもいない携帯持って小芝居してやからちょっとすいません「ちょっとすいませんちょっとすいません」 言うしかないそんだけ証明したいねだから映画見に行く半日前からもう水は飲まない <laughs> で喉乾いて見れない喉が乾いて集中できない病気やわそんなもんラジオネームアザラシさん <laughs> え卒業式の案内を持ち帰った小6の娘、うん、コロナ禍のために卒業式に出席できるのは生徒1人つき保護者2名まで、うん、当然妻と私がと思ったのですが娘が言うには「 ママとおばあちゃんに来てほしいとのこと。かなり前から有給休暇を申請し、私は行く気満々なのに寂しいな。今から出席できるように逆転を目指して頑張ります。こういうのがその発散的なお父さんです。俺が遠慮すればいいんだ。俺は絶対行くもん俺だ自分が行くって決めたら行くでしょう。いや俺ちょっとその辺分からへんけど、嫌われたりせえへんの。俺がお金出してる。 それだ嫌われるのじゃん事実やん <まあ S 2> 嘘ついてるわけあれ <laughs>、まあでね、ご飯作ってくれてのお母さん感謝しや、うん、お金出してくれるのお父さん感謝しや<も>卒業してのお母さんがコントでくれるって言んやろこのおばあなはあおばあちゃんとっておばあちゃん病気らしいで,いんなんでそんな嘘つくんですか <laughs> 来ららられへんわ嘘ついてか <laughs> こちらラジオネームメダカニック船長兵庫県の方からいただきました私の彼女は実家暮らしをしていますがとにかく彼女は家族と仲が良く例えばデートで新しく服を買って彼女が家に帰ったら家族みんなでファッションショーをしたり彼女と観光に行ったら撮った写真を見返しながら思い出にしたり会話が盛り上がるなどですそれに対して私ですが1人暮らしで家に帰ってもしゃべる相手もいない余韻に浸ってくれる人もいない寂しさ紛れに見ないテレビをつけて いるだけです。はああ寂しいなと。仲良い,い家族ですね。彼女さんがね。もう一人でこんなそんな嫌じゃないから別にいい、うん、けどな。一人ずれぞれじゃないか。もう。一社なんか別に一人嫌いな方やろ。 いやいや一人でも全然大勢でもどっちでも柔軟に対応できる何やねんそれもおもろないわそれぞれで楽しくおもろないは言われてすごい嫌ですそれやったらあの人嫌ですって言うね。なかなかこう関西人でズバッと目の前でおもろないわっ傷つきましたどっちか言った話も盛り上がるけどねどっちも行けますだって問題であなたはどっち派 A B って言ったらどっち A も B もですよ確かに話もないわと言うけど会話ペタ何 <laughs> いつまで経っても99回になっても会話ペタ言われて、はい、どの方り差し上げますか？いのあのね卒業式の方ですか？あの可哀想やから、はい、この方にあざれさんですね。はい、現金3000円差し上げます。たくさんのメッセージありがとうございました。 さあそれゆきメッセンジャー今日の3000円当選者の方の発表です<え>生駒市にお住まいのラジオネームルンバは最高さん愛媛市にお住まいのラジオネーム山まびさん丹波篠山市にお住まいのラジオネーム心のオアシスさん以上の3人の方ですおめでとうございますおめでとうございます前回のそれゆけグルメ札幌ラーメン詰め合わせは、えー、堺市堺区にお住まいのラジオネームちーちゅんさん徳島県にお住まいの三木元代さん宮城県にお住まいの坂野かりんさん以上三人の方ですおめでとうございます から抽選で3人の方に現金3000円をまた3人の方にそれ受けグルメプレゼントします今週は鹿児島県産のさつま揚げです必ずおところお名前連絡先電話番号を明記してお送りくださいプレゼントの応募には合言葉が必要です今日の合言葉ははりまなださん

ギシャン言えなかった、俺はい <laughs> すいませんい<や>一発目やするないや,いや,いや一応すべきギシャンからね、うん、やらなあかんのかなと思ってやったんですけどしきろうとするなそしておもんないあえておもしろくない <laughs> <laughs> こんなダイレクトに言われることあります <laughs> はい改めましてよろしくお願いしますはい、はい、今年一発目ということでですねよろしくお願いしますはいあの放送で結構今年目標なんですかみたいな話をきっとされてると思うんですけれども、うん、私発表するとこなかったなと思いまして、はい、ここであ、そうなんですかはい今年の目標をちょっとはい。<あ>目標、はい、高らかにも立ててるわけですこの前愛原さん梅山ちゃんもなんかそれ言うとってね ニューズなんて言うてドラムやりたいしてあ,んかあれ聞きつけてヘッドライトからすぐらい連絡入って、えー、聞いたと<ー>聞きました。ぜ<ひ>これ 場所ははどここしします、ね、もう会場を抑えようととて <laughs> や,や,や,やることは決定ない、はい私はですね今年あのゴルフを始めようと思うんですけどなぜ <laughs>、はい、かっていう理由がこれありまして去年から今年にかけてもうほんま100人ぐらいに「劇団、うん、ゴルフやれへんの?」って。 聞100人ですかで100人は嘘ついて、はいまあ、体感で100、うん、ほんまにうれやめてほしい、ね、<た>100人って相当ですよ <laughs> そうなんですけどまた聞かれたなってずっとあの思ってたんですよ、うん、でそれと同時にゴルフ会社のなんか関連の会社の人が「うん、ギッシャンティーあげるよ」って言ってきたんですよティ、うん、ーって知ってます知らん あのねゴルフのボールをのせる中、チェンとしてます、あれね、私、ほんで、イエス、イエス、そんなんって言って、もう、いただけません、そんなもう高いもう高いじゃないですか、ゴルフクラブ。あの棒みたいですね。そうなんですよ、ィの子たち、ゴルフクラブと思ってたから、うん、いいです、いいですって言ったら、いや、いいです、そんなん、あのその大したもんちゃうんでとうって、もういいです、ほんま、そんなん、いただいても返せません、始めれるかもわかりませんとか言って、いや、いいよ、いいよ、そんなん大したもんちゃうか持って行って、いや、重たいから持って帰れません <laughs> とか言って、ほんなん <laughs> いやほんの大丈夫やから義車に持って帰れるよとか言ってカバンに入るよとかおかしいあそうですかってなんかちっちゃいなんか折りたたみ式のなんかあれかなと思ってどんな折ほんないただきますえやないねほんないただきます言ってパってもらったら手のひらサイズの T やってまあでもこれがあったらまあこれをきっかけにどんなきっかけいや私 T だけ今持ってるんでクラブをもらったからとかねそう私は T を持っ もらったんであのゴルフを始めようっていうのをいくらぐらいするもんなよ。なんかねレンタルでもいいってえ T ですかテ T 無料で配ったりしてるらしいですよ。びっくりしました。それはそうやな思って。記念じゃないけどバット作って名前をこれだけあげるって言うなよな。体操にそれだけ気持ちやから。めちゃくちゃ気持ちやね。無料配布してたんですよしかもそれ。そうやった。始めから。なかなか帰れへんかったんかな。 <laughs> これで早う帰れと思われてたってことですか <laughs> ?。<laughs> はい、ありがとうございました <laughs>。<laughs>